この迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか？お家を聞いてもわからにゃい、名前を聞いてもわからにゃい、にゃん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 、泣いてばかりいる子猫ちゃん、犬のおまわりさん、困ってしまってワン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 。と言ってもね、やっぱりね、ここで話していただかないとね、わかんないよな。そこね、迷子の迷子の子猫ちゃん、この子のお家はどこですか？カラスに聞いてもわからない、スズメに聞いてもわからない、にゃん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 、泣いてばかりいる子猫ちゃん、犬のおまわりちゃん、困ってしまってワン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 。それは困りますよね、やっぱりね、言語の問題でね、やっぱり言葉が通じないとね。